アガー、イオは、ブラジルのゲーム開発者であるマテウス・バラダレスが、作成した多人数参加型オンラインアクションゲームである。プレイヤーは、ペトリザラを表すマップ内の1個から16個の細胞を操作する。細胞は、自分よりも一定以上小さな細胞やボール状の餌を食べて成長し、一定以上大きな細胞には捕食されてしまう。各プレイヤーは一つの細胞から始まるが、 一定の大きさに達すると2つ以上に分裂することができ、複数の細胞を操作できる。アガー、イオのアガーは細菌の培養に使用される観点に由来する。このゲームは公開されると肯定的な反応と批判的な反応を両方とも受けた。批評家は単純さや競争感及びメカニズムを特に称賛し、反復的なゲームプレイを批判した。 主に SNS での口コミによりすぐに成功し、最初の1年で最も人気のあるウェブお及びモバイルゲームの一つになった。Steam 版が2015年5月3日にリリースされ、iOS と Android 版は2015年7月24日にリリースされた。アガー、イオはイオゲームと呼ばれる同様のウェブゲームにインスピレーションを与えた。これには、 目的は似ているがキャラクターが異なるゲームや、シューティングゲームのような他のジャンルの要素を組み込んだゲームがある。アガー、イオの目的は、ランダムに生成されたペレットの両方を飲み込むことで、シャーレ上で細胞を成長させることである。ブラウザバージョンには現在、FFA、バトルロワイヤル、チームズ、エクスペリメンタル、およびパーティーの5つのゲームモードがあり、ゲームのモバイルバージョンには、 FFA、ラッシュモード、バトルロワイヤルモードがある。ゲームの目標は、自身の細胞をマップ上で最大にすることであるが、すべての細胞が食べられると、質量10からの再スタートを求められる。プレイヤーは、事前に設定した名前と、スキンで細胞の外観を変更でき、細胞の質量が大きいほど、細胞の動きは遅くなるが、細胞は時間の経過とともに徐々に質量を失う。 今では、適同士協力試合、トップを維持するプレイヤーが多い。アガー、イオは、19歳のブラジルのゲーム開発者であるマテウス、バラダレスによって、2015年4月28日に4、チャンで発表された。JavaScript と C を用いて、このゲームは数日で開発された。ユーザーはプレイするために、バラダレスの IP アドレスに接続する必要があった。 ゲームにはもともと名前がなかったが、4chan の匿名ユーザーによって、アガー、イオという名前が提案された。セル、イオなどの他のドメイン名が、すでに使用されていたためである。バラダレスは経験値システムや、実験的な機能をテストするためのゲームモード、エクスペリメンタルなど、ゲームに新しい機能を更新及び追加し続けた。1週間後、アガー、イオは、 バラダレスと共に Steam Greenlit に参入し、ダウンロード可能なゲームの将来の無料版を発表。追加のゲームモード、カスタムスタイリング、アカウントシステムなど、ブラウザバージョンでは利用できない、Steam バージョンの機能を含めることを計画し、コミュニティの関心により、Steam への掲載が承認された。ただし、Greenlit プログラムは2017年に閉鎖され、 発表されたゲームはまだリリースされていない。2015年7月24日、ミニークリップは iOS と Android に対応したアガー・イオのモバイル版を公開した。ミニークリップのセルジオ・バランダイく、モバイル版の目標はタッチパネル上のゲーム体験の再現であった。アガー・イオについてエンガジェットはこのゲームを 顕微鏡レベルで時々見られる、激しい生存競争の優れた、抽象化と説明した。タチャーケードは、そのシンプルさ、戦略的要素、及び個性を称賛した。ありがとうございます。